ここからは、深掘りツッコミ解説、石田英二さんでございます。石田さんおはようございます。おはようございます。はい、よ,ますよろしくお願いいたします。ま,すまずはこちらからです。自民、公明、国民民主と103万円の壁、協議の方針です。 読売新聞によりますと自民国民民主両党は政策協議を開始することで合意をいたしました国民民主党が主張する手取り増に向けた減税措置などをめぐりまして自民公明の与党と国民民主党との間での議論がま本格化してまいります 国民民主党はガソリン税を一時的に下げるトリガー条項の凍結解除また年収が103万円を超えると所得税が課税されて手取りが伸びなくなる103万円の壁の解消を訴えてきております。 政府・与党は11月中旬にもまとめる総合経済対策に国民民主党の訴える政策を盛り込むことも検討しているということですが、うん、さあ石田さん衆議院選挙を受けてこの辺りが動く始めなきました、はい、これは面白くなってきたのが特、ねね、にこ、うん、103万の壁の方がめちゃくちゃ面白くて、はいうん、これ、まあ、例えばニュース今のニュース聞いてるとね、うん、いや私もパートしてるんしとか、はい、パートしててももっともっともらって,てもう税金も払ってるしっていう人。うん いや私関係ないのかな、うん、何の、何の、これ働いてる人全員に関係ない話、うんえー、減税です、うんが、がっつり言って、はい、ものすごい減税です、うんうん、国民民主が主張してる金額をもし行くんなら、うん、えらい減税になります。それを、うん、おーどっちかいうと 自民党も公明党もね近いようなこと言ってたんですよ今回の選挙なので乗れるはずなんですけど財務省が嫌で嫌でしょうがないわけやっぱりそこが出てきますから。これね、ほんで今回の今のニュースでも財務省の嫌がらせがあっちこっちに散りばまってるわけでこの辺は今日ちょっと話しそうと思うんですけどもまず百三万の壁とは何ぞや実際にその壁があるわけではございませんこれはですね公除の話なんですね103万以上を パートとかで、はいまあ、お金を年収もらうと所得税がかかりますよっていうのが、うんまあ、ざっくり言うとそれが1 0万の壁,、はい壁うん、でなんでかかれへんかというと税金にはねまず基礎控除これはもう,いもうあ,ありとあらゆりとが等しく受け入れるのが基礎控除48万円とはい。まあ150万稼いでも48万減るから48万は税課税対象にならない。うん でもう一つ給与の収入から差し引く給与所得控除っていうのがあるんですこれが55万150万稼いでも55万は引いてもらえるわけそういうことねさっき言った基礎控除の48万給与所得控除の55万足すと103万なんですこの2つの控除を超えてまうとそこからは税金が発生しますよっていうのが103万の壁。 で逆に言うとここまでならば、うん、別にあのあの税務署行く必要もないです確定申告もする必要もないです、うん、何もせんでも税金はかかりませんよというのが1 0万の壁、うんうん、まずで国民民主党が主張している年収の壁を1 0万から178万へ引き上げるつまり75万上がるわけね、うんはい、これはどう考えてもこれは、ね、基礎控除を75万あと上げるというイメージなんです基礎控除基礎控除というのはみんなが等しく受け取れる控除。うんうん なのでこれが今48万なのを75万上げたら何万な百123万まで上げると言うてるわけです、うん、そうなるともちろんあの、うん、い103万の壁は178万には上がれますけどもそれ以外の人つまり控除が増えるっていうことは、うん、1,000万稼いでる人も、うん、2,000万稼いでる人も、うん、控除が増えんねから。うん そのお金はあの税金の対象から年収から引いてもらえるということなんでうん、うん、ありとあらゆる人が得をする制度なんですよ。はい、これまずこれが大事で、ねはいね、100さの壁100様の壁っていうからいやそれはまあ,あのそこを意識して働いてるパートの人の話かなまた絶対違うからね、うん、まあ僕はまあ,あんまり関係なくてしょうだけどうわ、ん、ちゃん松川はめちゃくちゃ関係ある話うでこれで、えー、どれぐらい えー、あのそれ減税なんですではい、はい、どれぐらい減税かというと、うんえー、年収210万の人、うん、今やとこれ103万超える107万に関しては税金がかかってきます,ますね。はい、これ所得税と住民税と両方かかってくるから、うんうん、今大体ね13万なんですよ。うん、210万の人。この人が万円 減税になります。なので所得税はゼロですね。住民税が四万ぐらいになって、結局今十三万が四万ぐらいになります。大きいな。大きいやろ。これで五百万の人で同じような計算で十三万の減税になります。大きいな。それでも大きいですよ。月に一万ぐらい変わでこれなぜか二千三百万という人が出てきてんだけど、こんな人はほとんどおらへんねんけど、二千三百万の人で三十八万の減税になります。ああまあまあ。 ここを持って捉えて財務省は何を言うてるかほらこんなことしたらめっちゃ稼いでる人ほど得するやんほど。言うてなんとか潰そうとするわけこの話何なんとか潰そうとするでもね今言いました210万の人は13万払ってます税金をちょっと2300万も計算できないけど2000万は計算できたんです2000万の人はいくら払ってるか所得税と住民税合わせて480万払ってます 13万払ってる人と480万払ってる人があるわけね。うん、あ,あそうですね。<で>ああ13万の人は9万得する。<laughs> はい、480万の人は38万得する。うん、これをもってね、うん、金持ちが得する制度やってるのは大間違いです。あの、あくまで数字だけを見るとそんな風に見えちゃいますけどね。ねどやっぱり日本は累進課税なんで、でものすごい所得に対して、 あの上がれば上がるほど税金価格高くなる。ええ、2,300、ええ、2 0万の人は税金だけで480万。ここにええ社会保障が入ってくるから、もう方800万ぐらい。ええ、取られるわけ。うん。1200万ぐらいの。そうですね。なるんですね。で、ええ、逆に210万の人はあんまり引かれない。で、確かに210万の人は9万得するだけ。うん。2,300万の人は138万得するだけ言うけど、もともとが 500万ぐらい払ってる人と13万の人やねんから全然いやここは不公平じゃないとこれはしかも石田さんこれが一時的な給付じゃなくってこれを入れるとこれが恒久的にということだから嫌で嫌でしょうがないわけほんでえまあそれで言うとね財務省が言うたのはこれをやったら年間何秒言うたかな7兆6千億ぐらい。 6, 億国と地方合わせて税収減になるんで、うんはい、これをおどなたか埋め合わせなき間へんねんと、うん、まとこれは理屈です、はい、まあ財源どうするんだろうんですます大うます、はいうん、ただしここが財務省の濃すいところで、うん、103万の壁が178万の壁になったらみんな働くんですよ、うん、そうなんですよね うん、当たり前やけどもっと言うと金持ちっておかしいけど、うん、103万の壁を意識してなかった人例えば年収500万の人、うんはい、1000万の人は減税になります、はい、減税になるから、うん、物を買うんですよ。 このご時世ですから、例えばあ、まあ、15万減税になったからいでて15万ものを買うかえたら、うん、そうではないかもしれないあ、まあまあ、例えば、うん、まあ5万は貯金しとこうと、うん、まあ10万はちょっと何かええもの買おうかと、うん、なるかもしれんか,、はい、だから全部消費に回るわけはないけども、うんまあ、半分以上は消費に回るやろうと、うん、そしたらここの消費税は増えるはずなんですよ。 あの玉木さんとかはねじゃあその財源どうするんだろうになった時に、うん、例えば税収が今上がってる分あるじゃないですかそれで上振れした分っていうのを、まあ、例えばこういうところに当てて、まあえー、しっかりする分を還元したらどうだということをおっしゃる通おり、はい、それで言うと、うん、お今年だった岸田政権だやった定額減税がありました、はい、これ一回こっきりこの時の理屈が今う上ちゃんが言うてくれた通りでまあ税収が上がったんで、うんえー、皆さんでわけわけしましょう。 言うてやったのが一回こっきりですね。うん、これが五兆円なんです。うん、今年一回やったのは七、い、兆六千億ということは、うん、まあ消費税で言ったらね三パーセント分ぐらいと言いますよね。五兆円ということは一パ残り差し益一点五兆ということは消費税で言ったら一兆円分ぐらいの持ち出しなんです。はいはい、ただ五兆は今年だけや言ってるけど、うん、いやいや来年も税収上がっていますやんかと。じゃ、うん、来年どうすんのと。うん、まあ来年が 今年はね、来年の定額減税はないのかという話、当然出てきますね。いやいや、やっぱり一緒ぐらい上がってるから5兆払いましょうものすごい事務負担なんですよ、このやり方は。前のやり方は、今年やったやり方は、うちの経理もひいひい言ってました、各会社がひいひい言って、そのために残業して、一体何残っちゃう話かしやから、これ。 壁取ってももてももつまり工場をガツンと増やしたら一回国旗の手まで、うんはい、あとはずっとそのパターンが続くわけですね。はい、んあのなんていうんですか例えばねこ今回玉木さんにしてみれば、うん、ここのところガホッと通すことってのはやっぱり自分たちの票を増えたということに対するすごい大きなメッセージですよねここはね。でね自民も公明も、うん、さっきも言ったようにこあの同じようなこと言うてたんで乗れなないい話じゃないんですよ何が違うんですかそこは。 財財務務省省乗れなないい話じゃ具体的に言うと自民はどっちかというと106万の壁の方にとった130万の壁公助やなって社会保険の方公明党は103万の壁言ってましただから乗れん話じゃないもともとねこの103万の壁っていうのはお父さんが主に出て働いてお母さんがちょっと助けるといういわゆる内助の功に対する公助の壁なのだからこんな古い話いつまでもやってんねんっちゅうのもあるから。 もうとにかくなくしたらええねんこれは。はい で、みんな得してね。で、これまた、金額103万と決まった時から比べて、ずいぶん。そうなんですね。物価も変わって。きて30年ほど経ってるね。で、その間に、えっと、玉木さんがおっしゃってる分は比例した部分。その1.7倍ぐらい増えた分っていうのは。そう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 。単純に財務省がとにかく、税、あの財源変の嫌やから。大変に対して、嫌がらせをやってくるわけ。これでもね。これ通るか通らないか。どうするんですか、協議としてみれば。あのね、全く通さないってことは、僕はないと思うんで、ちょっとわれ。 として気つまり国民民主が言ってるのは75万あと工事を増やしてくださいよと言ってますこれを例えばなんぼにへつってきおるかですということはこれなんですか落としどころを見て真ん中ぐらいのところで収まる可能性もあるしただほんまにわちゃわちゃ言うのこの昔が制度できたとっからの経済成長を考えたり最近税収があって5兆円今年は返してくる。 これ考えたら、7兆 6, 6千億円ぐらい、毎年返せるはずなんです,んですけど、これをどれぐらい財務省の嫌がらせでへつってくるかなんです <laughs> ほんまですね。<ー>でもこれはど、競技がどうなっていくかっていうのは、金額がもう見てればいいわけですかね、我々は。そうです。ね、だから、いくら、75万引き上げるっていうのが、うん、例えば25万だったら、なんやと言うとはねえんですよ。 僕どの政党を支持するかとかっていうのってねそれは皆さんのお考えによるんですけど例えば選挙を受けましたこういう形で減税がありましたとかなってくるとおこれは選挙をやってよかったのかなみたいな話にも。もうちょっとね今回のこの国民民主の主張っていうのも別に国民民主だけが言うてるけど他の政党も近いこと言うてたそこあんまりんな 注目してなかったかもしれないこ,れこんなことがあるやんと、うん、っていうことですよね、うん、やっぱり正義時が変わるというのはこういうことやういうこと,ということですさあ、はい、見ていきましょう続いてこちらでございます <laughs> 激戦州ペンシルバニア州の有権者登録で組織的な不正があったんでしょうか 毎日新聞によりますとアメリカはペンシルバニア州のランカスター軍の検察当局が大統領選挙に向けた有権者登録で不正な申請があった疑いがあって捜査を進めていると発表いたしましたトランプ前大統領の陣営は以前から有権者登録のチェックに問題があると主張しておりましたこの当局の発表によりますと軍の選挙管理委員会が10月21日の有権者登録の締め切り間際に提出されたおよそ2500 し100件の申請書をチェックした際に同じ筆跡による複数の申請や誤った住所が記載されていることに気づいたということなんですね。これまでに精査が終わった分でおよそ6割に不正の疑いがあるという。えー、強烈です <laughs> まあ、アメリカは有権者登録をしないとまずそこからなんですよね、うんあの、このペンシルベニアというのは激戦州なんで、うでね、まあこういうことが起こってもおかしくない、ただこれがどっちの陣営のあれがやってるのかちょっと分かんないですけどね、うんまあ、そうに関係ないかもしれんけど、うん、とにかく有権者登録というのがアメリカの選挙の、大統領選挙に限らず、はい、アメリカのありとあらゆる選挙の特徴なんですよね、うんえー、日本はですね。 え今回の総選挙でもそうでしたけど家の方に何か入場券みたいな送り来る。何ちゅうのかなあれ。入場券入場券みたいな。ありますね。でそれを持って登場行ったら成年月日言ったらあの投票券渡される。そうですそうです。送るでしょ。あれがねあれば日本は自動的に送ってきます。えちゃんと私は有権者の登録されてるから登録ってかその分かってますか分かってますからで送られてきます。 ところがアメリカはですね結構あれですよねメジャーなあのアーティストさんとかが言ってるの何かというと、うんうん、有権者登録しようみたいなこと言いますよね。そうなんですよ有権者登録を済ませてないとたとえアメリカ国籍を持っている18歳以上でも、うん、何にも投票できません。うんうん、でこれ,どれこれ意外とね、うん、投票あ登録してる人が少ないで、ね、らしいですね。前回の2020年の大統領選挙で3分の2しか登録してない。 あ、そういうのは3分の2は ?66.7% だからちょうど3分の2でしょほんまですね。3分の1は登録してないんですよ。<う>だから行ってない。なんかアメリカってそういうすご有権者意識高いぞみたいなイメージありますけど、3分の1の人は関心ないのかい。うんまあ,まあ、いろんなメッセージが。あの、いろいろあってね、あの、引っ越しした人は引っ越し先で登録し直さなあかんから、めんどくせえとか。なあ,あともし、地域によっては、例えばこのペンシルベニアもそうなんですけど、うん あの州によってはこれ全て州ごとの話はい、はい、州によってはら東京行けへんされるその場合もう一回行かないかなるほど。私やっぱり今回からここを入れ直して <laughs> 東京行こうと思うんで例えば激戦州でいうとペンシルベニアとかジョージア州がその長いで行けへんだら抹消す登録す抹消されてます。ほう そんな割と特徴があるんですが、うん、まあだから今うわちゃん言ってくれたようにいろんなまあ有名人が登録しましょう登録しましょう,そう,う、ね、でそれは例えばショッピングセンターであるとか公園とかで登録を呼びかける運動って至る所で起こってるわけです,そうなんですね。でそれはど,こどっちの陣営とかじゃなくて「登録しよう投票、ね、行こうよ」と、うん、なんですが今回その呼びかけた中で同じ筆跡の方がいっぱい出てきて、うん、署名が「これは怪しい」でなったという話です。 変なことですがどど誰がどう気づいてどうなってどうなったんでしょうね、うん、うやってるうちにうんと思ったら2500件やったんでそんなにないんでね、うん、ざーっと調べたら、はあ、なんかこれとこれ自由ちゃうかよって,いってのかったんでしょうね、はあ、でもともとねなんでこんな有権者登録制度あるのかいうと、はい、アメリカってねやっぱりあの、まあ、言っちゃあなんやけど人種差別がひどい時代だったわけです。黒人特にアメリカあのあごめん 南部の人の人アフリカ系の住人の人に対する差別っていうのがすごいあって、うん、実はこのアフリカ系のアメリカ人南部に住んでる人っていうのは、ま、めちゃくちゃ割と引っ越しする生活をしてはった、はあ、なので引っ越しをすると「あお前も引っ越し手続きしてへんけいうことで、うん、そ,のそういうさ投用させへんために、はあ、あんまり引っ越ししたらできへんなるで、ね、と。 それをやったんだけども,もう最近はこういうあの、うん、そういうい投票に差別的措置はやったらあかんとなってるんで、うんまあ、ないですこれでもアメリカとかってのは将来的にね何だろうその日本みたいに、えー、その条件が整ったら投票用紙が <laughs> なんだ入場券的なものがあれね<え>そういう自動的に登録はされない、うん。ただね、うん、今となっては実は実この投票 登録制度っていうのが実はアメリカにおいては不正防止に役立っっとるるてて言わわれけね例えば僕も思うねんけど「行きます入場券持って」「はいはい」「見せて生年月日言ってください」「何年何月何日です」言ったら「はい」って投票をし渡せるはっきり言うて「あっできる」だって俺の生年月日しとったらええんかであの紙をそうですね変な話僕が「うりゃああなるほど」「うりゃええわけやん」 あのいやええとっけるあのなくてもできますもん。そうなんです。なくても名前と住所を言うから別にあのよくあれあれ持ってきてないから投票できませんっていう話ないわけですもんね。時々どけで学校に座ってる人が近所のおっちゃんやったりしてそう顔見たらアイシアンであります。ではありまだけど大体自治体でやってますからね。でもまあ日本の方が緩いんですよ。あそうかある意味でもあの紙があったらねいやもちろん立ち会いの人ちゃんとしてありますしてあるでも逆に言うとあれがありゃ。そうなの できちゃうケースもありますもん、ね、あっちの日本の方が緩くってそれでも日本人の気質としてなかなかそこは不正は起きない,ないです、うん、でアメリカの人はそこは、うん、あの不正が起きやすいんで、うん、登録制度にしてるといなるほど今はね、はい、ということであとはその今回もそうですけど郵便投票がすごいですねまだに郵便で投票あるんですよね。前回はあのコロナの時やったの2020年うん、うん、実は1億5500万人の有権者のうち1億が郵便投票。うんうんはあ で今回だから、ポスト前白鳥からね。あのう、あ<ー>石田さんの後輩である、上智大学の。前島先生に。月曜日。後輩です。でえ出、ー、ていただいて、話をしてたんですけど。はい、あの週によって、また、開けるタイミングとか、どうなるのか微妙に違うらしいです,、ねです。あの郵便投票要は。投票日の当日決心有効か。うん、有効の場合は、後についてもか、ね、かめ。前ん集。でも、その日までについても、あかんというところがあって。ええ。 あの不思議ですよね。うん、あのその辺日本だったらものすごいちゃんと統一されるんじゃないですか。うんうん、あとあの郵便投票専用のポストっていうのがあちこちにあるからね。はあ。そ,うなんね、そこにまた悪いやつが火付けたりしゅうる。まあということで。はい、もう一つ。もう一つ。実はこんな話がございます。こ、はい、れでどうなりますか。はい。では行きましょう。イーロンマスク氏激戦州の登録有権者に毎日1億5000万円を配るという話です。<laughs> CNN によりますと実業家のイーロン・マスク氏が激戦州の登録有権者に毎日100万ドルおよそ1億5000万円を配るということが発表されましてこれも話題となっております最初の100万ドルの当選者は10月19日に発表されましてマスク氏はペンシルバニア州のハリスバーグのイベントでトランプ氏の支持者に巨額の小切手を手渡しました翌日には同じくペンシルバニア州ピッツバーグで2人目の当選 選手を発表したということで、これも話題となりました。あの極めて原因な話やな、これ。まあね、うどうかね、これ。で、これもええんかっちゅう話やったわけ。ですよね、ててねただ、あのう、ー、まあ、条件があんね、これ一億五千万。うん 当たる条件があってもちろんマスクさんっていうのはトランプさんの大支持者です。ですよねね今その人が始めたのが11月5日つまり投票日当日までペンシルベニアなど激戦7州においてまずここなんですよ。そこの人しかあかんない。つまりもういわゆるある程度体制決まってる州の人は意味ないないです。 で憲法が定めた言論の自由と武器所持の自由を支持すると署名した人、<ぁ>つまり武器所持となるところは共和党支持者になる,、うんるね、でも共和党支持者とは言ってない、<ぁ>で署名した人から、1人1億、1> うん、毎日1億5000万円上げますという話そのイーロン・マスクさんの、ねすごいね、1>, 1億5000万ドルが生まれてるというのは、だからトランプさんに投票して、それは違法ですよ。あとね、アメリカの法律で言ったら、うんあの、有権者登録をさせるために金銭を払うことも違法なんです。 あそれ違法なただ、まあ、マスクさんが言ってるのは有権者登録をすでにしてる人で,してる人でつまり有権者で<う>、えー、憲法が定めた言論の自由と武器所持の自由を支持するという文書に署名した人,署名した人なるほどはいどちらかというとそ署名した人なんですけど、うん、その前提として有権者であるということがそうか、ん、でも有権者登録せ,せ,せよとは言うてない そうですねだからその人が先に有権者登録をしちゃってて応募する分にはかまわない全然むしろそっちを言うてるんです私は言ってるということですよねだから問題ないのとただあの当局としてはこれあの違法な宝くじに当たるって言い出したやんまあそうでしょうねそです日本も富くじっていうのは禁止されてます勝手にやっちゃってやるのはね国だ国とか自治体だけなんですけどあの えー、アメリカにもそれがあってこれは宝くじだと、うん、でだから違法な宝くじなのでちょっと操作してるということは、えー、あごめんごめん、うんえー、し差し止め請求を起こしてるあ差し止めないる、うん、<は>フィラデルフィアの それ検察が州の裁判所にこれをやめさせてくれと言って差し止め請求をしてます違法な宝くじなのでこれ違法な宝くじと仮にね、うんうん、裁判でなった時に当たった人返せって言われるんですかね、うん、そこまではさすがに,いにいおいでもう大事なことはイーロンマスクさんにとって毎日1億5000万を人にあげるというのはどういうことなのかと。うんうん、あれだけの金持ちです,ですよ ちなみにイーロンマスクさんの年収はいくらか皆さんご存知でしょうか。おいくら毎月。今年6月に株主総会で承認された年収8兆円です。超超。したら1億5千万円は多分。え日給で日当に直しますと220億円です。え日当が？220億。220億。日当が？220億。はい。そのうちの1億5千万をえっとこれ毎日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 どうってこないでしょ。 これ、今から有権者登録したら、間に合うもんなんです。うん、間に合います。間に合います。十一月五日まで。まで。っていうこと。あ、そうそうそう。だから、ちょっと、まあ、まあ、今やったら、大丈夫でしょうね。でも、だから、アメリカの、わかんないですけど、この激戦州に住んでる人は。お前、やった。お前、やった。あ、や、やった。みたいな話になりますよ。こんな感じ。えでえ、でもね、まあまあ、八兆円のうちのほとんどは株ですよ。 ああそっか株とはいえさんんじゃあ1億5000万ウルぐらい取ってこないからまあまあそれでも取<う>ってこないからでもそんなにやっぱりマスクさんにとってトランプさんが大統領になるっていうのは当然、うんえー、お商売の中でプラスになるということなんでしょうね。まあむしろ逆なんんだぜうん トランプさんってどん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 ガソリン使え言ってるわけでしょマスクさんって電気自動車の人でしょむしろ逆やんやけどこの人の主義主張でしょっていうところなんでしょうねお商売とは別にお商売とは別にということなんですね確かにでもお話聞いてると不思議ですよねイの EV 車をガン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 押し進めててトランプさんはベイビードリルベイビーでどん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 石油掘れ掘れ掘れと言っているでもその2人がなぜかこう タグをを組むか指示するっていうところもあって11月もうね5日というところではあるんですけどどうでしょうまだまだ激戦と伝えられるところもあればいつも月曜日に高橋先生がおっしゃってるところの例えば賭けサイトみたいなところを見るとグッとトランプさんの方に寄せるという報道もあるし週間日ぐらいでグットランプさん数字が出てるね日本も総選挙終わりまして今度は弘前知選挙あります。 我々近畿で言うとね、うんえー、また関心とするとねあと来週は大統領選挙が一緒になってくるのかなという印象ありますけれどもでは続いてこちらでございます。国家公務員のの宿泊費費来年度から上限付きの実費支給へでございます。 時事通信によりますと国家公務員の出張の時に支払われます宿泊費なんですが来年4月から実費支給に変更されるのを前に財務省がまとめた都道府県別の上限額の案が先月30日、明らかになりました。例えばですがが課長級の職員が 東京都の区や大阪市などに出張する場合は現在は1日当たり1泊当たり1万3100円の定額を渡す方式なんですが来年4月からは東京都は1万9000円大阪は1万3000円を上限に実費が支給されるというところ。 え今東京で1万3000円で泊まることはほぼ不可能ですね。僕今11月は毎年大学の同窓会があるんでホテル泊まりましたけど去年1万ちょいやったから今2万ぐらいしてね今もう特に週末とかは2万円が最低ですよそうやね二2万円そうやねそうでしょ一番安いやつ1万3000円だ多分カプセルの中ですよ そうですね。うん、でも危ないかもい。一万カプセルでも一万五千円。五千ぐらいしますしカプセルで一万五千するんだね。そうだね。びっくりするね。まあ週末とかというところを過ぎるとね。はい、うん。うん、まあほんで今までは一万三千百円の定額。 昔はも定額でしたね何分ぐらいか忘れたけど1万それこそ12000円とかそうすると当時ね松川さんよ1万2000円出た時に1万円のとこに泊まるわけです看板探してそしたら残った2000円でちょっといっぱい飲み行こうかとサラリーマンのささやかな楽しみでした あの新幹線代はあのちゃんとあの普通に出たんです、はい、決まってましたから、はい、そしするあのチケット屋さんに行くと1,000円ほど安くなるんです、はいはい、それでビー缶ビール1本と弁当これが楽しみですこの楽しみが奪われてもうだいぶたち。さん。 だいもうちゃんと実費で生産してくださいとびっくりしたのがいまだに国家公務員はこのささやかなまあもうないと思うけど1万3千0 0円じゃまだ定額やったんやというのがちょっと驚きまあそうですねとはいえ東京都も1万9,000円ってまあまあでもこれこれぐらいやなあの面白いのが1万9,000円が一番高いんだけど東京以外にあと2つありまして埼玉と京都なんだって。 はあ、大阪じゃないね京都やね京都京都やっぱ高いな1万9,000円,円はあ<ー>でもそれもね時間わか,実感かるな京都も多分僕ら泊まることないけど、うん、聞いたらそんな話聞きます、うん、とあのあい,あいてないとか高いっつって<笑>,笑うのが首相や閣僚つまり大臣は1あ大臣はえー、7,000円から4万円を支給するアッパー4万円まあ4万とはただ泊まれるけど大臣が1万7,000とか泊まるとは思わんな俺そうか 考えた仕組み一しようか。国総理も閣僚も、この規定はあるんですよ。国家公務員、準じてますから。準じてますもんね。そう、4万円は、総理、4万円、止まらんやろ。ねえ、ましてや、下は1万7000円。1万7000円。いや、これ、向こうさんも、ちょっと堪忍してもらえませんって言いませんねえ。ビジネスホテルに総理、泊まりますよ。うち、警備大変ですやんか、よ話もでしょ。 日本はやっぱりね、アメリカは高いね。アメリカに行くとき、国家公務員の人は、はあ、例えばか、あれわれみたいな平が、はあ、平アメリカに行きます。はい。その場合、ボストンならば、うん、アッパーが5万9000円。ああ、でも、相場感分かれへんけど、どうなんすか、うん、?5 万9000円、止まんい。や、分かれん、分かれへん。うん、したけど、首相が一番高なので4万円やで、<laughs> 日本は。はい。それが、これがボストンが、平が止まったら5万9000円。で、首相は向こう止まったら。 それはもっと高いでしょ。それはそうでしょうね。それかさ、僕は来賓です。そうです。そんないや、だから僕わかんないんですけど、考えたら総理とか首相とか閣僚、まあそういった大臣もちゃんとそれは申請するんですね。まあする。そのその筆書がするか僕らみたいな伝票書くんかな。まあさらに筆書はするでしょ。そうですよね。やっといてやっといで僕やったら。 ほんでまで伝票返ってくるのかなこの項目たるお伝票返ってきますよ経理行ったら日付入ってないですよとか領収書これは秘書が怒られてると思います本でも何遍も返ってきてハンコもいろんなところに押されてるんですからもう一回最初からやり直そうかなと思うそうそして非常に出張精査に詳しい当時の馬の担当局長が「お前らいい加減覚えるよ」とかってまたおこごとも言われるんですよ そういうことは彼ら、彼女に限ってはないんでしょうけどね。おそらく秘書がやって、秘書が何名かやって。だってそんな、もうそもそも払えへんでしょ、秘書が直接。そうでしょ。でも、まあ。そうか。そうか。総理とかって、すいません、細かい話ですけど、きっと、言うた最上級の部屋にお泊まりになるでしょ。うん、多分ですよ。だからおそらくこれ、国が出すのはアッパー4万円やから、それはもう自分で出しゃねえな、残りは。 でもうちとかやったら多分そういった場合で宿泊を向こうがお持ちになった場合は何、うん、かの形でね、うん、その分は当然我々申請できないわけなんですけど、はいうん、そちゃんとそれはそうしてはるんですかね細かいことですねしてはるんでしょうねアメリカが持ってくれましたんであの今回そこのところはゼロで申請しちゃうそれはあの嘘ついて一般の見てはせえへんよ。<laughs> <laughs> そうか面白いな,なんかそういうところを逆にちょっと取材したいですねそうでしょあの秘書の人たちがこれをどう申請してるのかでねちょっといっぱいあの「ニューヨークのあのえ店ありますね <laughs>」いっぱい行きましょう」って浮いた金で言う <laughs> やってんの思うで俺」。 やってないと思うけどな。そうか。でもまああのもっといわゆる一般のというか公務員の人たちにとってはこれまた大変おそらくね一万九千円が今東京埼玉京都一万九千円がアッパーとなってますけど、もう超えたら泣き寝るやなこれ。でも超えるでね。福島鳥取山口は八千円なんですね。これは逆に八千円止まれる。八千円で止まれるんですかね。止まれるのかほんまに。いやでもハイシーズンとかなったきたきね。 あの萩ツワノなんて結構高そうな気もしますけどね。取れたてピッックアップニュースこだわりの朝どれニュースをご紹介、はい、まずはこちらの話題です。<noise> アメリカメジャーリーグワールドシリーズ第5戦大谷翔平選手と山本由伸選手が所属するドジャースはヤンキースに7対6で勝利し、うん、4年ぶり8度目の世界一に輝きました本当にニップワールドシリーズをこんなにみんなが一喜一憂しながらというお話、ね、先ほどさせていただきましたけれども、ええ、あの放送権量もすごくどん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 まだ。 高くなっていて、はい、まあ来年は N 持ち回りで言うと NHK さんがワールドシリーズで民放がオールスターだそうなんですけれども、まあこのブームもしばらく続いていくんでしょうね <laughs> でう続いてはこちらの話題です関係新聞によりますと公明党の石井啓一代表は党会合で代表辞任を正式に表明しました、うん、衆院選での自身の落選や議席減少の責任を取りました 党内では新代表候補として斉藤鉄夫国土交通大臣と岡本光成政調会長を軸に調整が進んでいて9日の臨時党大会で正式決定しますまあ本当に公明党も今回の選挙で大きな岐路に立たされたというところってありますからね,うねどういう形で今度は統制を回復していくのかということになりそうですよね。 続いてはこちらの話題です毎日新聞によりますと日銀は先月31日の金融政策決定会合で政策金利を現行の0.25%程度に据え置くことを決めました、はい、5日にアメリカ大統領選を控え国内の政治情勢も不安定なため金融市場は不透明感が強まっていて 次回の十二月会合以降に、利上げの機会を伺うということです。まあ、前回、この金利のある世界のところに、ぐっと戻した段階でのマーケットの大きな混乱がありまして。しばらくはないんじゃないかというところだったんですが、やはりベースの中で、どこかで、やっぱ、上げるタイミングを探ってるっていうこと。ええ、この気象は変わらないみたいですよね。続いては、過去最多を更新したこちらの話題です。時事通信によりますと、全国の小中学校で。二千二十三年度に不登校だった児童生徒が、前の年度と比べて。 およそ4万7000人増え、34万6482 <laughs> 人で過去最多を更新したことが文部科学省の2023年度 問題行動不登校調査で分かりましたまあこれは本当にまあ松川さんもね年頃のというかねあのお子さん抱えてらっしゃるのでというところあると思いますがあの先ほどニュースでもありましたけれどもねやはりこう保護者の方もやはりこの厳しい状況の中で無理して学校にやっぱり行かせたくないその思いもありますしまあ一方で記事とかを読んでいるとそのためにこう転校を繰り返してってという意味ではこれ本当親御さんも大変だと思いますけれどもこういった現状をね本当どういうふうにこう解決していけるのかってなかなかこの糸口が。 見つからないとかありますね続いては玄関口となるこちらの話題です毎日新聞によりますと大阪メトロは2025年大阪関西万博の会場となる夢島に新設される地下鉄中央線夢島駅を報道関係者に公開しました、うんはい、地下2階のホームにつながるエスカレーターには駆け上がりなどを防ぐため、うん、利用者の立ち位置を示す装置をつけましたこれ先ほど僕もあの映像で拝見したんですがこう 駅全体がなんかすごく近未来というか導入の明かりとかもすごく綺麗です、はい、LED の、えー、画面がずっと並んでてというのもあるんですけど、はい、なんか未来がそこまでやってきたという感じですよね。 続いては撤退が報じられたこちらの話題ですスポーツ日本によりますとテレビ朝日が水泳の世界選手権世界水泳の中継から撤退することが分かりました、はい、テレビ朝日はスポーツ日本の取材に来年のシンガポール大会は放送させていただく予定ですと答えましたが、うん、2026年以降の撤退については否定しなかったということですこのスポーツ日本の記事を読んでいるとこちらもなんか放送権料が上がっていくということで世界のスポーツへもどんどんとん、ね、まあそれだけ需要があるということなん やはりもう世界水泳というと他局さんながらやっぱりビーズのウルトラソウルと合わせてですからね。<laughs> これが夏に聞けなくなってくるのか他 <laughs>、はい、局さんがやられるのか、ね、どうなるんでしょうね。最後は月国場達成なるかこちらの話題です。はい。レースポーツによりますとプロ野球日本シリーズ第5戦は DNA がソフトバンクに7対0で勝ち、敵地で3連勝を飾り、はい、26年ぶり日本一に大手をかけました。いや昨日見てましたけどやっぱりソフトバンクに対してこの DNA 本当強いなって感じでしたもんね。うん、今日移動日挟んでまたまた今度はね横浜戻りますが、はい、さあ一気に決めるのか。 とはいえ、やっぱりね、もう最後はでこう、ほ当とに7000までも見たいなという、<laughs> いほ当とにもす。はい